33打席ノーアーチの大谷翔平に監督、翔平に必要なのは昨季ア・リーグホームラン王の大谷翔平は2番 DH で先発出場し、4打数1安打1打点だった。ヒットは出ているが本塁打がなく、開幕から33打席ノーアーチとなり、2022年を超える自己ワースト記録を更新している。ドジャースのロバーツは大谷について、2日前までは期待通りの数字だった。それが2日間、ヒットが出ないか、複数のヒットが出ないと、疑問が呈されてしまう。昨日は打ち損じたが、打撃は難しいということ。最も重要なのは、彼が健康であることと、ボールがしっかりと見れていることだと語り、スター選手ゆえの高い期待の表れで全く心配していないと語った。普通に考えてチームも移籍し、リーグも変わったわけだから慣れるのに時間かかるのも当たり前だよ。地味に一平さんのサポートが消えているのが大きいよ。タブレットで相手のデータや凡退した打席の映像などすぐに大谷に見せてたからな。一平さんの件があったのに大丈夫だと見せるのに無理に力が入ってない。大谷のことだから一回打ち出したら一気に挽回しそう。まだ5試合やみんな焦りすぎだよ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いしますね。コメントも待ってます。